第7レース一着となりました千葉の近藤隆二選手です一着おめでとうございますどうもありがとうございます昨日おとといに引き続き3連勝ですそうですねはい本当に嬉しいですお客様の大きな声援も届きましたか <laughs> そうですねあのすごいオッズも売れていて人気になっていたんでまあ今日もあの3倍のオッズに応えたいなと思って一生懸命走りました。 その今日のレース、どうでしたか、走ってみて。そうですねやっぱり自分が一番長い三者ということで、他の選手も2者で500メートルに逃げるのは大変なことなんで、ちょっとその点、追い上げとかがなくあの、しっかり3番手取れたのが、良かったかなと思いますそして、第ワン、ツー、スリーも決まりましたそうですね、2日目から3日間、ワン、ツー、スリー決まってるんで、まあ、こんな開催は二度とないんじゃないかなと思うんですけど、また、まあ、クリーじゃなくて、もうちょっといいレースも、はい、しないとなと思います。 さあそして今、インタビューしているとちょっと風が吹いてまいりましたが風は気になりましたかそうですね4日目にして初めて気になる感じがあって、まあ、ホームは結構向かい風だったんでそ,こでそこから先行はしたくないなとちょっと考えたんですけど、まあ、そこでうまく小川君が来てあのしっかり風よけになってうまくバックが追い風に乗って詰め入れたかなと思います <laughs> さあ次走は京都での向こう町での記念となります。どんな走りしたいですかそうですすかそうねあの 松戸記念小田原記念とあの結構、自分なりにいいレースができてきていると思うので、まあ、向こう町でもあのしっかりいいレースしてちょっと上位の選手やファンにいいアピールができるように頑張っていいいきたいと思いますでは応援してくださった皆様に最後にに一言お願いします当然本当にオッズがすごい揺れていて人気に応えるのは大変なことなんですけどもあのまた人気になった時にしっかり後ろ,後ろの人たちの選手と決まるように頑張りますのでこれからも応援よろしくお願いしますおめでとうございました近藤隆二選手でした。